福島交通班万能線。飯坂東線は、かつて、福島県福島市及び伊達町、小原町、柳川町、いずれも現在の伊達市などにおいて運行されていた、福島交通の軌道線、路面電車である。本校では、その支線の小原線、柳川線、掛田線などについても述べる。前身の福島電気鉄道、新立軌道と、飯坂電車との合併後の路線名は、 全線が、飯坂あずま線であった。1908年、明治41年に、天宮慶次郎が設立した、新立軌道により、期間 762mm、蒸気動力の軽便鉄道として、福島長岡、湯野村、あと、湯野町間が開業したことに始まる。同年内に、長岡ほ原を開業し、また、天宮参加の事業者統合により、 大日本軌道の福島支社となった。小原長は、小原掛田川又を延長したが、1917年、大正6年に、再び新立値軌道として独立、続いて、氷小原を開業した。1922年、大正11年、松川付近の蒲田集落で、蒸気機関車の煙突から出た火の子が、火元と言われる火災が発生、損落46個。 非住居87棟を全焼。住民が線路に座り込んで抗議し、18日間運休した。この火災により、多額の損害賠償が請求され、また以前から借入金も抱えていた会社は、資金難に陥ってしまった。この時に、取締役の吉田佐次郎の要請を受けて、取締役になったのが後に、富山地方鉄道社長になった佐伯宗義である。 佐疫は、沿線化再予防に加えて、競合路線である、福島飯坂電気起動、後の飯坂電車、現在の福島交通、飯坂線による福島飯坂の直通路線開業の対策から必然となっていた、電化計画に着手した。まず社長が、同郷の人である、日本レール株式会社を訪ね協力を依頼した。ここで、電化資金の調達に成功すると、さらに再建者である、 日本工業銀行の総裁を説得し資金の借り入れに成功した。電化工事については、金沢電気機動社長に協力を依頼指導者の電気、技術主任、下田義吉後に、福島交通社長を譲り受け工事に当たらせた。この電化、改め機工事は、費用節約のため、鉄道、第二連隊の演習として実施された。この時、掛高はまたと、 氷保原館は赤字路線であり廃止される子になったが、日本工業銀行の助言によるものだという。1926年、大正15年1月、社名を福島電気鉄道と改め、4月にはまず、福島駅前長岡、湯野町館が完成している。同年12月までに、大正全区間の電化、1067mm 区間への、 改め木の工事が完了し路面車となった。ただし 762mm 時代に比して道路の大幅拡幅ができなかったため、1067mm 期間の路線としては異例の車両限界の狭さとなり、車両の最大覆員は戦後まで 1676mm と強硬なままで戦後に車幅を拡大して増備された一部車両でも 2000mm に満たない。 京福院だった。路線延長は3 1 5トルと長く、京弁鉄道時代から各市街地や集落を連絡する機能を持っており、路面電車規格ではあったが、福島市の市街電車であるのと同時にインターバン、都市間連絡電気鉄道的な格を合わせ持っていた。旅客運輸とともに、貨物運輸営業も行っており、福島駅前と、 各使用駅を貨物列車が結んで沿線の貨物輸送を担っていた。1067mm 期間だが強いな車両限界のために国鉄規格の貨車直通はできなかった。1927年10月に競合路線の飯坂電車を九州合併して飯坂西線と解消。従前の福島電気軌道の路線は飯坂東線と解消した。 1942年昭和17年12月に飯坂再選は福島駅に専用軌道で乗り入りを開始し福島駅前通りから北に分岐していた従前の平用軌道は廃止されて飯坂東線と分離された戦時中の企業統合で福島県中通り北部と浜通り北部の統合の中心となり1943年昭和18年8月に 周辺のバス会社を統合、福島電気鉄道グループの母体が完成した。戦後は、設立時から関係があった福島県南交通を1961年、昭和36年7月に合併して、事業地域を拡大し、1962年、昭和37年7月福島交通に社名変更。昭和30年代に経営に占める観光事業や、 路線バス事業の割合が大きくなり、軌道事業の存在感は徐々に薄くなった。モータリゼーションの進行により1967年、昭和42年に、まず商工学院前から、湯野町館を営業廃止して、軌道を撤去し、長岡分岐点打て駅前館の旅客運輸営業を廃止して、貨物運輸営業専用に変更した。1971年、 昭和46年に、全線の営業を廃止し、同社の路線バスに転換された。1963年、昭和38年当時、年、昭和年当時、新立機動時代や大日本機動福島支社時代には、東京石川島造船所及び天宮製作所製の小型蒸気機関車が、貨車、客車を牽引していた。 電化改良のため1925年、大正14年から1927年、昭和2年にかけて、梅鉢鉄工所製の木造ボギー車、定員42人を13両、順次申請配備した。飯坂電車の合併時に1917年、大正6年日本車両製造製と思われる木造単車が5両転属し、旧飯坂電車1から521から25、 形式図に改版して使用し、飯坂あずま専用のボギー車を飯坂再選で使用した。1938年、昭和13年、長岡車庫火災で車両を消失し、前後の記録から再生あるいは申請していると思われるが、詳細は不明。付随車は、貨車、客車が存在したと推定されるが、これも詳細は不明である。 飯坂電車から引き継いだ21から25は、23から25のうちの2両が1938年、昭和13年の長岡車庫火災で被災するが、1940年、昭和15年に焼け残りの1両とともに、反抗性車体を申請して復旧。1953年、昭和28年に、車体延長改造の上で、 ボギー車化されて、で17から19に改版された。21と22は、飯坂再線が、福島駅乗り入れを開始した1942年、昭和17年に、飯坂再線用になった。1955年、昭和30年から、木造ボギー車を、日本車両製造で、反抗性車体に、車体更新した後で1から13をも破線101から1113。 に改版してしよう。さらに1949年、昭和24年から1953年、昭和28年にかけて増備した、で14から19をもは1114から1119に改版している。最後の新車となった、もは2022から2023に至るまでいずれも、定員50から52名の小型車、特に狭い車体幅により前面は細長く見えて、 花巻電鉄の軌道専用旧型車と同様に、馬面電車と呼ばれ得意な存在だった。終電装置は当初トロリーポールを使用し、後にパンタグラフに交換された。1952年、昭和27年撮影の写真では、トロリーポールを装備した車両とパンタグラフを装備した車両が混在しており、この頃から交換し始めたと思われる。 主管制御機はすべて直接制御機で、総括制御は不可能。単車と付随車はハンドブレーキを乗用。ボギー車は当初ハンドブレーキ、1950年、昭和25年から直通空気ブレーキを乗用した。戦後に、車体更新あるいは申請されたものについて記す。電動化車は、木造ボギー車の2も1が1両あったが1966年。 昭和41年8月に廃車。不随化車は1969年、昭和44年時点で、無害車保と1から2、有害車、保は10から14の7両が在籍していた。車両は2008年、平成20年7月現在以下の3両が現存している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。